2男子ベスト8まで残りました選手を紹介いたします。ゼッケン1番精神科医官清瀬道場青野陽、ここで青野選手の輝かしい成績の一部を紹介させていただきます。2年前に行われた無限ゼロチームにおいてゼロワンに第3位の好成績を収めました。身長165センチ、体重64キロ、青野陽選手です。正面にレイオッコーレイオッ、はい、正面続いての選手を紹介いたします。ゼッケン5番世界総合審査東京優審会関口高弘、はい、関口選手の戦績を一部ご紹介いたします。第34回ポイント &KO 関東選抜関東選手権一般において第3位の好成績を収めています。関口選手勝利のレイオッ、続いて紹介いたします。ゼッケン7番世界全国市新入会八王子東部近藤優希、近藤選手の成績を一部ご紹介いたします。第37回オープントーナメント全日本ウェブ制関東選手権大会中央級第3位、近藤選手身長180センチ、体重続いての選手を紹介いたします。ゼッケン10番高橋東郷、高橋総太、終了級において激戦の戦ですが、本戦で、負けはしたものですね、JKO というですね、移動の試合に挑戦する素晴らしい選手であります。身長173センチ、体重80キロ、正面のレイオッ、後方レイオッ、ゼッケン11番精神科医官秋津道場磯田志麻、先生によるご紹介いたします。第18回埼玉県実践科学交流大会において優勝を大会で1つしかもらえない MVP を獲得しております。身長177センチ、体重160キロ、本大会の30秒16秒になります。正面に行って5レイ、続いての選手を紹介します。ゼッケン14番清和会館大西正樹、大西選手の成績を一部ご紹介します。2014年、2016年、2017年、 JKJO 全日本大会一般重量級において優勝を収めています。身長177センチ、体重85キロ、正面次の選手を紹介します。ゼッケン16番高橋道場、高橋道一部成績をご紹介いたします。 JKJO 14分において 12勝を収まります。身長176センチ、体重88キロ、正面のレベル5レベル、それでは、2-0-2の男子、最後の選手をご紹介します。ゼッケン19番、
先生の一部ご紹介いたします。 2001、 一般都市の準優勝の挑戦者